今回のテーマはカメラバッグを紹介したいと思います。カメラバッグのメーカーたくさんあるんですけれども、最近私が使っているのがですね、こちらの製品なんですが、エレコムのオフトコシリーズという中でもですね、カメラバックパックのハイグレードモデルというタイプの製品になります。でエレコムって言いますと、パソコンの周りのね、周辺機器のイメージとか強いんですけれども、最近はこうカメラバッグをね、結構頑張ってやってらっしゃるんですね。でその辺の詳しいお話をエレコムの商品開発部の鹿野さんにお伺いしたいと思います。鹿野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこちらのバッグなんですけれども、はい、一見すると、はい、結構僕たちがこれまで使っていたカメラバッグらしくないと言いますかね、はい、よく大体こうフラップがついているようなものとかね、はい、今まで使ってたんですけれども、はい、結構これすっきりしたタイプのデザインだったりとかするんですけども、はい、これはどういった製品になるんですか？それが、本当に開発をしたきっかけになるのですが、自分もやっぱりカメラバッグ売り場で思っていた印象が、そういうふうに、まあ、機能が本当にたくさんあって、うん、見た目も複雑化しているというマニアからプロ向けの印象だったところを、自分の友達で結構普段使いでカメラバッグを使いたい、はい、で今思っているものがないという声が本当にたくさん聞こえてきたので、そのような、まあ、ユーザーの声を拾い上げて、ライトユーザーからプロまでもいろいろな声を聞き集めて、今までにない、街でも使いやすいようなモデルをしたいと、このように、まあ、デザイン自体もこういうふうにシンプルなデザインにまとめたモデルになります、はい、ということは鹿野さん自身が、はい、街に出て、はい、いろんなものを見てきたりだとか、そうですね、でご自身も写真を撮ったりとかされたりとかして、はい、このカバンにつながっていったわけですか？はい、そうですね、うん、で結構これデザインだとか、まあ、そのシンプルだとおっしゃったんだけども、はい、これじゃあその鹿野さんが集めてきた意見を、はい、例えば社内のデザイナーさんに伝えて、はい、線を引いて起こしたりだとかして出来上がってきたものになるんですか？実際にあと自分が、立ち上げたブランドでして、はい、企画からデザインまで一貫して、これを作っています。じゃあ鹿野さんを中心にして、はい、作ってらっしゃるシリーズと、そうですね、いろんな、まあ、部署を連携していただいて作っているようなモデルになります、はいはいはい、例えばこれ今黒いタイプのバッグがあるんですけども、はい、例えばカラーバリエーション、まあ、色展開とか、はい、どういった感じになってるんですか？このモデル自体も、はい、これは L サイズでかなり旅行にも最適なようなサイズ感で、はいはい、こちらも女性にもモテる、M サイズの、パソコンでいうとこちら15インチまで入るんですけど、こちら 13.3 インチの2サイズ展開 と、カラーバリエーション自体も、こちらのブラックとグレーとネイビーの3色展開になっております。ははは。でオフトコシリーズっていうぐらいですから、はい、他にもあそうですね、こちらはもうプロまで使えるハイグレードの上級者向けのモデルなんですけど、はい、始まったきっかけはより、まあ、普段使いなので、もうよりライトユーザー向けのモデルの安い価格帯のバックパックメッセンジャーショルダーポーチっていう、まあ、幅広い展開の中から自分の行きたいシーンだとか自分のレベルだとかで選べるように横展開をしております。ということはこのハイグレードから、はい、まあ、結構そのお手頃価格帯のものま で、 そうです、ね、デザインも結構統一感はあるんですか？そうですね、一つのブランドとしてそのようなもう思わず出かけたくなるという世界観を作るために、まあ機能面だったりデザインの縫製のもう縫い込まれ方まで、細かくシリーズで共通化して作っています。でオフトコシリーズ、はい、これは何ですか？オフロードっていうんじゃちょっとタウンユースっぽいんですけど、はい、語源は何なんですか？本当にもう直接的な意味なんですが、はい、もうオフの休日の日にお休みのオフね、そうですね、はいはい、で思わずトコトコと出かけたくなるという意味と、オフトゥニョロニョロでどこどこへ出かけるという英語的な意味もあるので掛け合わせて取った、造語になっております。わかりました、はい、で実を言うと今これ私使ってるバッグ2代目でして、先代のカバンがこちらにあるんですけれども、実際並べてみるとパッと見はほぼほぼ同じものなんですが、こちらの旧モデルは約1年ぐらい使わせてもらったんですけども、やっぱりこういろいろこうちょっとここ直ればいいなというようなことが新型で結構コロッと変わっていたりとかして、そういったあたりのまあ進化の仕方を続けて後編で鹿野さんにお伺いしたいと思います。鹿野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。